鹿島戦っていうのは手応えみたいなものはやっぱすごいなと思いましたね。 J リーグのレベルが。で2012年ペトロビッチさんが、うん、浦和レッズの監督に就任。結構深いじゃないですか、僕らにとってミシャって、うん、あんなに攻撃をデザインできる監督、うん、なかなかいないだろうなって今でも思うし、うんうん、で2009年の開幕戦アントラーズ戦でね、うんうん、これもスタメンだったでしょ。そうですね。あの時まだね、あの写真見ると細いよね。細いですね。細かった。はい。でこの時は試合のこと覚えてる？覚えてます、覚えてます。あ、これ覚えてる。それはね、覚えてる。すごい、うん、緊張感はありました。すごいやった、すごいやった。なんかあの鹿島のホテルあるじゃないですか、うん、うんうん、すごく、なんて言うんだろうな、そわそわしてたのを覚えてるな。あー、ホテルでね。いや、もうスタメンで分かってた、ね、分かってたんで、ついにやるかみたいな。リーグ戦で開幕戦鹿島だし、うん、そう、すごいそわそわしましたね。後にも先にもそれ以上なったことないかもしれない。緊張感、うん、緊張感。で第5節でグランパス戦で途中出場、うん、はい、でこれプロ入り初ゴール、うんうん、まあクラブの日本人最年少ゴールということで、うん、17歳と11ヶ月と3日、うん、この試合はどんな状況で試合に出たの？達也さんかなんかが怪我したんじゃないかな、うん、確か、うん、で僕が途中から出て、うん、決めたのを覚えてます。どんなゴールでした？なんかロビーがポーンと蹴ってトゥーリオさんが競ったのがこぼれてきてドンとドンって感じでしたね。この、うん、1節スタメンで出て、うん、5節は途中出場でしょ、はい、ここの間っていうのは試合に出たり出なかったりじゃないですかね。あんま覚えてないですけど。じゃあこのスタメンで試合に出た時、鹿島戦っていうのは手応えみたいなものは、うん、やっぱすごいなと思いましたね。 J リーグのレベルが。あ、多分僕のデビュー戦マッチアップ内田篤人さん、うんうんうん、当時多分代表だったと思うんですけど、うん、内田篤人2戦目が僕なぜか右サイド出て、したら2戦目 FC 東京で長友佑都選手だったんで、うんうんうん、2試合連続であの日本代表、現役日本代表だったんで、うんうん、あ、全然いけねえやと思って。マッチアップが篤人と佑都だったらね、1試合目2試合目がそれはちょっと、うんうん、まあでも元気さんならね、うん、やっぱ行ってほしかったですよね。行きたかったしいや行けると思ってたんで、うん、出花くじかれた。ああ簡単じゃないんだって、うんうん、どんなところがそれ対峙してすごかったの？いや、シンプルにあの映像を見てもらえば分かると思うんですけど、うん、ガリッガリで、うん、もう本当にトレーニングとか してませんみたいな体で入ってたんで、うんうんうん、もうフィジカル的にまあ準備ができてなかった。あ、でプロ初監督がまあフィンケ監督、これどういう監督でした？あまり分かんないんですよね、うん、当時そんなになんか全てが分かんない状態でいるので、うんうん、この監督はどうなんだっていうのはあまり考えてなかったんですけど、でもまあ僕にチャンスをくれた、うんうんうん、それが一番僕にとっては 大切なこと、大切なことチャンスをくれたことチャンスをくれたことで、まあ、うん、あんまり結果出なかったにもかかわらずチャンスをくれ続けた、うん、我慢して、うんうん、なので僕はついてるなと思いましたね、当時で。2009年、まあ、チーム2位となるリーグ戦32試合に出場して、まあ、2010年は公式戦34試合で4ゴール、うん、で2011年は公式戦35試合で11ゴール、うん、こう年々こう得点取れるようになっていったじゃないですか、はい、これは何か要因はありますか？フィジカル的な部分だと思いますけどね、うん、うん、技術的に伸びたかって言ったら、うん、その当時から技術的には自信があったので、うんうん、やっとそのフィジカルがついてきたのが、まあ、3年目ぐらいかな。うーん、少しずつね、その体もこう、うん、大きくなっていった時期なのかな。そうですね、それでもまだ細かったもんね。細かったですね、うん、まあ、でも意識的にあの1年目2年目で結果が出なかったので、うん、何か変えなきゃなっていう風になってったのが3年目ぐらいからですかね、うんうん、で2011年9月、まあ、ブラジルワールドカップのアジア3次予選、うん、ここで日本代表に初選出、出場こそなかったんですけど初めて日本代表にこう選ばれたわけじゃないですか、うん、この時の気持ちってどんなでした？
本当に覚えてない。やばいな。初招集覚えてないの？いやでもなんか言われたのは、うん、あの今でもスタッフとか残ってるんで、うん、お前最初の時やばかったなっていう、多分足首かなんか怪我して行ったんですけど、うん、で練習、最初の練習に参加するなと、うん、リハビリするよって言われて、うん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 、で俺がそこで揉めたっていう、なんか俺はリハビリしに来たんじゃない、やり練習させろっていうので、うん、とんでもないやつ来たなって思ったよっていう話を今でもされるんで、うん、でも気持ちの強さは大事だけどね。そうですね、まあでもメディカルとしてはちょっとね、そう、初招集でそんな主張してきたやついなかったよっていう。緊張してないんだ。じゃあ楽しみな方が強かったかも。代表はもうある程度プロでもやれてる実感があった時期だったので、もでも出番がなかったわけじゃないですか。はい、これ悔しかったですか？なんかあんま悔しいっていうよりも、まあチャンス来るだろうっていう、さすがに A 代表なので、その出てる選手たちっていうのはもう実績がすごい選手たちばっかだったので、うん、でも俺の方が上手いって思ってたんだよね。上手いとは思ってないけど、俺の方が勢いあるだろうとは思ってました。上手かった、上手かったです、やっぱ A 代表は。あ、ダントツで。そこはやっぱちょっと、はい、はい、この人たちはこう一目置くっていうか、ちょっと違うんだなっていうのは、はい。じゃあ一緒に練習やってて楽しかった？まあ緊張しましたね、練習の方が逆に。やっぱ緊張したんだね。よかった。そう、緊張はしました。これで日本代表の練習初めて行って緊張しなかったとか言われたら俺どうしようかと思った。俺心臓飛び出そうだったのに。本当ですか？うん。でその1ヶ月後、まあ、10月にキリンチャレンジカップでベトナム戦の後半から途中出場、はい、これが日本代表として、まあ、初出場なんですけど、はい、この時はどんな気持ちでした？ハーフタイムから出たんで。ハーフタイムから、うん、前半のうちに後半から行くよって言われてたので、うん、前半のうちに、はい、なのであのどちらかというと準備しやすかったです、すごく、うんうんうん、日の丸つけて戦うわけじゃないですか。その緊張感はあんまりなかったですね。ワクワクしてる。そうですね、出れる、はい、みたいな。特に多分その9月のシリーズで出番がなかったので、うんうん、やっと表現できるっていう感じです。やっぱこれメンタル強いよね、うん、原口伝説ですよ、やっぱり。対戦相手が、うん、その当時その、まあ、格下というところがあったと思うんですけど、うん、これ手応えみたいなものは結構感じました。おう、いいアクションも何回かあったので、うん、僕にとっては、まあ、いいレビューができたかなとは思ってましたね。おう、で、話をクラブの方に戻して、で2012年ペトロビッチさんが浦和レッズの監督に就任、うん、まあ、ミシャは元気にとってどんな監督ですか？こっちの方が大丈夫です。こっちは大丈夫、はい、結構深いじゃないですか、うん、僕らにとってミシャって、うん、なのでなんかあんまり一言で表しにくいかなっていう、うんうん、パパのような、うん、包容力がある感じもするし、うん、でもサッカーに関してはあんなに攻撃をデザインできる監督、うん、なかなかいないだろうなって今でも思うし、うん、すごい優れた監督だなっていう面と、うん、優しいお父さんのような、うんうんうん、尊敬できる人から思ってる、あのよく怒られてたからあすごく元気のことを買ってたし、うん、いろんなところでポジションをね、うん、やらせてた。だから左サイドやったりもしてたよね。やってました、やってました。で、あのシャドウをやったり、うん、ワントップの時にはやったりしてた。はい、で多分これは将来こういう選手になっていってもらいたいっていうことでいろんなところを、まあ、経験させるっていうこともあっただろうし、うん、ハーフタイムでね変えられることとかもね、ありましたね、あって、はい、そしたらね覚えてる？何を言いたいんですか？ミシャにもうめちゃくちゃ怒られてて、はい、でそれは多分、まあ、愛情の裏返しなんだけど、うんうん、当時まだ元気も多分いろいろコントロールもうまくできなかった時だったとは思うんで、まあ、ロッカールームでロッカーのところで体育座りして怒られたみたいな感じでね。ありましたね。あったよね、はい、厳しかったですね僕にね。うん、すごく厳しかった。ありがたい。一番厳しかったかもしれない。そうですね、うん、はい、元気に対して、うん、まあでも何かとうまくいかないと俺のせいに、あの時僕が多分一番若くて、うん、で一番伸びてほしいとかいろんなのが重なって、うん、A チームがうまくいってない時に、うん、
練習とか試合とか真っ先に俺が怒られるからそれが理不尽だろうって言って、うん、たまに爆発して問題起こして、うん、みんなの前で謝罪するっていうパターンはパターン化してました、ね、で、その年に移籍してきた、ね、牧野選手が原口選手の、まあ、教育係、はい、これは言われてた？言われてないです、僕は。あ、多分牧野選手は言われてたみたいなんですけど、うん、まあ、牧野選手からこう学んだことって何ですか？仲間を大切にするとか、うん、あのチームの雰囲気を大切にするとか、うんうんうん、まあ、そこが彼の、うん、なんて言うんだろうな、一番尊敬できる部分だったし、うん、代表でも裏でも一貫して本当にブレずにチームのためにやり続けられる男というか、うんうんうん、パーソナリティの持ち主なんで。だからあれですよね、その元気がチームの雰囲気がそういったことで悪くなった時でも、うん、牧野がうまくこう茶化して、ね、逆に元気の意識を牧野の方に持ってって、で牧野はそれをうまく分散させるみたいなことをやってましたよ。やってましたね彼は。本当にそうだと思う。俺がなんかうってなった瞬間に牧がいい声が入って、そう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 、それがなんとか問題にならずに済むっていう。で柏木選手もね、うん、こう生意気小僧だなみたいな感じ言ってたと思うんですけど、はい、いろいろと僕らはこう見てて、うん、こう感情のコントロールがちょっとうまくできない時期があったのかなって思うんですけど、うん、だんだんとそういうところから精神的にもちょっとずつこう変わっていったじゃないですか。これは自分で何か変えたことがあったのかな。でもちょっと言っていいですか、うん、あの時はあれで良かったと思ってるんです、うんうん、とんでもないパワーがあって、うんうん、俺は違うと、うん、俺はここで収まってるわけじゃない、うんうんうん、もう絶対ビッグクラブ行くっていう思いから、うん、うまくいかないとイライラしたりとかしてたので、うんうんうん、他の選手やチーム関係者に迷惑かけたのは良くないんですけど、うんうん、でも自然だったなっていうあれが、ケイトさんも言ってくれたんですよ俺に、うん、お前は違うから、うん、周りと一緒だと思うな、うん、覚えてますよねでそれを聞いてもスッて入ってきて、やっぱ俺は違うと、うん、絶対にここにいないと、もっと上に行くんだ、もっと上に行くんだ、うんうん、って思ってたんで、だから変えようとしてなかったんです、その時は、うん、何言われても、うんうん、別に違うから、うんうん、っていう感じだったんですけど、うんうん、でもどこすからですかね、ちょっとずつそれを、あの迷惑はかけないようにしなきゃいけないなって思い始めた時期が多分あったんだと思うんです。マキとかと接したり、うんうん、まあ、いろんな先輩に怒られたりとかいろいろしてったうちに、それによって少しずつ、まあ、移籍する少し手前ぐらいから変わってったのかなっていう、うんうんうん、はい、そうだよね、そうですね、うんうん、そうですか、そう、ちょっとずつなんかこう別に自分の意思を曲げるわけじゃないけど、うん、なんか周りとうまくやった方がもっと俺、うん、あの生かされるかもしれないなっていうのは感じ始めてたのかなっていう気は、うん、勝手にあの分析すると、うん、原口さんなんかノートでキャンプの時のケツさんに言われた一言の話を読んだんですけど、うんうん、それって覚えてますか？覚えてます、覚えてます、全然。ケイタさんのこと結構入ってきてたんですよね、俺の言葉、はい、結構残ってます。だからそのノートのこともそうだし、うん、お前は絶対に出てくし、うん、そういう考えでいろって言われたことがなんか嬉しかったし、うん、自分もそう思ってたから、うんうんうん、なんかケイドさんにポロって言われる言葉ってすごい残ってます。はあ、もうそれをね、あのしっかりね、はい、皆さんね聞いていただけたら、タイミングうまいですよね多分。なんかあれですよね、ランニング、そう、それも覚えてるし、覚えてます？あの宮崎合宿でしょ。そう、あのなんか45分、うん、自分たちのペースで走っていいよっていう、うんうん、なんか手抜きそうだなみたいな、うん、でもやっぱそこに目指すにはやっぱそこよりもやっぱ自分を常にこう限界に持っていかなきゃいけないよっていう、ね、いい景色見たいんだったらさ、うん、覚えてます、うん、鮮明に。そうするとめちゃくちゃ走るわけですよ、うん、先輩が前走っててそれ言われてついていかないわけにはいかないですですよだから負けず嫌いの塊、うん、
多分今まで見てきた選手の中でも、もうワールドクラスですよ、負けず嫌い、うん、そうですね。なんかここでもったいなくなっちゃうのは嫌だなと、うん、周りの選手たちに例えば流されることだったり、うん、まあこういうふうにやってるから俺はこういう形でいいやって思うよりも、多分その上を行くためにはもう全然ね、蹴落としてっていうか、あの踏み台にして行ってくれていいなって僕は思ってたから、うん、そのために俺なんかに負けちゃいけないでしょっていうこととか、うん、ポイントポイントですごいぐさっと刺さる言葉もらいましたね、うん、ありがとうございます。いいんですよいいんです、いいです。うまいっすね。そんな先輩になりたいっす俺もそれはドイツでやってくださいよドイツの若手の。うまいっすね、やっぱ、うん、今思ってもうまいな、やっぱり。でここから、はい、ロンドンオリンピックについて、ここね、ちょっとね、はい、ここは多分覚えてると思うんですけど。覚えてますね。オリンピック出場にこう大きく貢献するんですけど、うん、こう落選って知って泣きましたね。ロンドンオリンピック戦ってる選手たちがいるじゃないですか、うん、初戦見て、うん、勝ってなんだよ宇佐美選手よくね比べられるのがもうすごい嫌だっていう話と、うん、ライバル視してたし、うん、本音を話すと、うん、7割ぐらい、うん、俺より上手いと思ってた。